ジェイク・アーノルド・フレイリーは、アメリカ合衆国メリーランド州、フレデリック軍、フレデリック出身のプロ野球選手。左投げ左打。MLB のシアトル・マリナーズ所属。2016年の MLB ドラフト2巡目で、タンパベイレーズから指名され、プロ入り。契約後、参加の A-9 ハドソンバレー・レネゲーズで、プロデビュー。55試合に出場して打率。 238、1本塁打、18打点、33盗塁を記録した。2017年は、ルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・レイズと、A 級、シャーロット・ストーン・クラブズでプレーし、2球団合計で30試合に出場して打率。211、2本塁打、14打点、4盗塁を記録した。オフには、オーストラリアン・ベースボールリーグのパースヒートでプレーした。 2018年は A 級シャーロットでプレーし66試合に出場して打率3474本塁打41打点11盗塁を記録した2018年11月8日にマイクズニーのギレルモ・ヘルディアマイケル・プラスマイヤーとのトレードでマレックス・スミスと共にシアトル・マリナーズへ移籍した2019年マイナーでは 参加の AAQ アーカンソートラベラーズとトリプル AQ タコマレーニアーズでプレーし、2球団合計で99試合に出場して打率。298、19本塁打、80打点、22盗塁を記録した。8月20日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りし、翌21日のレイズ戦にて8番中堅守で先発出場してメジャーデビュー。 この年メジャーでは12試合に出場して打率151打点を記録した。2020年は7試合に出場して打率154に盗塁を記録した。ありがとうございます。